皆さんこんにちは、斉藤彩乃です。よろしくお願いします。彩乃は最近泣いた出来事があって、一人でそのソファに座ってメロンパンを食べてたんですよ。そしてメロンパンを一口かじった瞬間にお家で火災報知器が鳴っちゃって、えってびっくりしてパニックになっちゃって、それで泣いちゃったんですよ。そしてとりあえず助け求めなきゃと思ってママに電話したんですよね。そしてママに電話したら、その仕事中で出て2秒ぐらい電話切られちゃってもうあれのダメだなと思ってママに電話しても出てくれなくて、でもう一回電話したんですよ。そしたら出てくれて、ママがどうしたのって聞くから、火災報知器鳴ってるって言ったら、ママの店おいでって言われて、その行こうと思ってリュックにそのメロンパンと食べ物ないと困るので、メロンパンとその大事なぬいぐるみを入れて、そのリュック持ってママのお店に避難しようとしたんですよね。そしたらちょうどおばあちゃん帰ってきて、一緒に逃げようって言ったんです。そしたらその冷蔵庫に張り紙があって、そこにあの点検ですって書かれてあって無意味に一人で泣いて一人で怖がっちゃってました。皆さんも火災報知器が鳴ったら慌てず避難してください。それでは今日はオリジナル曲をいただいたので、それを歌おうと思います。聴いてください。 Keep Going。